青木翔太郎青木翔太郎昭和7年7月20日は日本の実業家、政治家。衆議院議員を経て東京米国商品取引処理事長や京浜電気鉄道社長を務めた。武蔵区に玉ぐの相原村の豪農、青木幹次郎の長男として生まれる。幼少時は父から勉強することを禁じられていた。年から神奈川県会議員を務め。 埼玉王冠の開設に当たるなどした。1884年武装銀行党取り。1896年には自由党から衆議院議員選挙に出馬したが、新歩党との関係が疑われて、除名となり落選した。1898年無所属で出馬して、衆議院議員に当選した。選挙資金の金策に給した際には、天宮慶次郎の紹介で、 安田善次郎から借り入れを行った。1907年東京米国取引処理事長。1908年には東京商品取引所と合併して合併後の東京米国商品取引処理事長に就任。1910年京浜電気鉄道社長。1923年の関東大震災後、京浜電気鉄道社長に再就任。 社長を務めていた横浜倉庫が1932年に日本銀行に乗っ取られ、遺言に当該者財政難獣の金をなせし者は、日本銀行の承認指導に発生せし者にして、自分等を市地に落とし入れその観策をもって、自分等重役全員の辞職要求を強制する、真事の老烈抱きすべく、一言一句。 隣毛の確実を基礎とせる信用をもって、我が日本帝国非世界金融会に、厳然たるべき、日本銀行当局者の態度なるべきか、と日銀への怒りを記したとされる。独文学者で、東京帝大教授の青木正吉は、長女の婿である。ありがとうございます。